アイテム番号 SCP-330JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-330JP は現在セクター8105に収容されています。同セクターの中程度警戒オブジェクト用収容ルールに基づき設計された専用収容室中央に施錠でき10分頑丈な棺状のケースに安置してください。またこのオブジェクトが知性存在のセンサーとして機能しているか、もしくは知性と知覚能力を持っている可能性があることについても留意してください。 SCP-330JP の収容担当者のうちオブジェクトを直接間接問わず視認する可能性のあるものは2011年以降に雇用された職員に限定してください。 330JP BAY 以前に雇用されたすべての81地域ブロック職員もしくは2010年以前の財団日本支部の情報に詳しい他ブロック職員のSCP-330JP への視覚的暴露の実験の実施には、セクター8105管理者1名と当オブジェクト研究主任を含む4名以上のレベル4職員の許可が必要です。またそのような実験への許可を求められた者は、セクター8105管理者らと研究主任による当オブジェクトに関する提言に必ず目を通しておいてください。公開によりスタッフの士気に悪影響を及ぼすであろうと判断された一部の情報は、レベル4権限あるいは研究スタッフ権限及び研究主任のアクセス許可を持たない職員に対しては秘匿されることになっています。それに伴い、330JP、BAY 以前に財団に雇用されたオブジェクト非影響者のうち、前期の権限を持たない者は、接触時に関するインタビューの後に該当情報に関する2010年型ミーム的観光処置を受けることになります。未確認の影響を受けていないかの確認のために、非影響者は1ヶ月に一度当オブジェクト研究班による定期検査を受けてください。なお、現在までの全非影響者のリストとその証言は別紙にまとめられています。説明。SCP-330JP は、黒い未知の金属的物質で全体の外からが組成されている人型の存在です。発生や動きは一切観測されず、背筋を伸ばした、気をつけ、の姿勢を保ち続けており、この姿勢から動かそうとする試みは今まで成功していません。全長は215センチメートル。重量は540キログラムで、筋肉質で筋性の取れた男性の身体を模しており、頭部はギガ化した鳥類のようにデザインされています。外観からはちょうど、長身な男性が一種の外骨格を身につけているようにも見えます。外から全体を組成している物質は、財団の現状の技術力で傷をつけることができない高い剛性、及び熱、圧力、腐食性の液体などへの耐性を持っており、オブジェクトを損壊させることは困難か、少なくとも現状不可能であると評価されています。また、この物質は光反射率が 0% で、かつ周囲約30センチメートルの光の 75% 程度を歪めて吸収する特性を持っており、これが光学的手段での精査を妨げ続けています。なおこの特性からオブジェクトは周囲に常に黒い影を揺らめかせているように見えます。加えて、電磁波などによるオブジェクト内部を確認するすべての試みも現在まで成功していません。なお内部構造が外からと同じ物質であると仮定すると、産出される物質の密度はいかなる基地の金属や、高い剛性を持つことで知られる合金とも一致しません。2010年10月31日、以下、330JP、BAY、以前に財団81地域ブロックに配属された職員のほとんどと、同じく数人の他ブロック職員、主に日本支部の事情に多少なりとも詳しいもの、他ごく稀に、例外的に少なくとも 330JP、BAY 時には財団にはいなかった少数の者に SCP-330JP は効果を示します。前期の条件に当てはまる者がこのオブジェクトを視認したとき、牧島、編集済み、
という名前の記録上存在しない財団職員。以下、SCP-330-JP-α についての疑似記憶が生まれます。以下、効果が見られたものを非影響者とする。これは非影響者によって内容が違い、ある者はそのような職員がいるという噂を聞いたことがあるという記憶。ある者は SCP-330-JP-α と友人として親しく会話した経験の記憶を植え付けられたと報告しています。なお、SCP-330-JP-α と恋人、家族、血縁関係にあった者に関する記憶の報告は現在までありません。疑似記憶は財団の現在有するいかなる記憶処理によっても消去することができませんが、刷り込みなどの意識操作の効果を持つものではなく、非影響者は生じた記憶を自己と同一化させることなく虚偽の記憶であると認識することができます。また疑似記憶の植え付け以外の特異性は現在まで認められていません。なお、いわゆる映像記憶保持者からはさらに特記すべき現象が報告されています。ポイを参照のこと。生成される疑似記憶は、実際の記録上は十分に否定できるものですが、非影響者らの証言の全体を見ると概ね無矛盾です。証言全体から読み取れる SCP-330-JP-α のプロフィールをまとめると以下のようなものになります。名前は、牧島、編集済み、牧島、XXXX、MAKISHIMA、XXXX、1990年代に財団に雇用されたエージェント、雇用の経緯、前歴等は不明。所属サイトや実質は特になく、日本全国で任務を行っていた模様。また、牧島の名が本名かどうかは定かでない。おそらく日本人の男性で、年齢は不詳だが見た目では20代後半から30代前半。肌は日焼けしており髪色は黒。身長は190センチメートル台でかなりの筋肉質。財団職員としての冷徹さや思慮深さを持つが、同時に比較的気さくで明るい人格の持ち主である。職員として優秀であり人望は厚かった。SCP-330-JP-α は未知の手段によって、編集済み、可能である、編集済み、である理由や、編集済み、のそもそもの目的については現在まで情報が一切ない。しかし、非影響者によっては、理由、目的についての情報を疑似記憶の中では知っていたが、思い出すことはできない。という疑似記憶が生成されたものもおり、疑似記憶における架空世界においてはそれは意味ある行動であった可能性が高いと考えられている。SCP-330-JP。アルファは特別任務にあたる際に、編集済み、し、たびたび敵対組織の、編集済み、していたようである。ただしどのような組織と、編集済み、したかについては不明瞭で、実在しない組織に主に対処していたのかもしれないとも証言されている。編集済み、後の SCP-330-JP、アルファは多くの、編集済み、思っていたようであるという知識は報告されているが、具体的なその編集済みは明らかにはなっていない。SCP-330-JP-α 自身は編集済みせずとも編集済みで編集済み編集済み編集済みと編集済み編集済みを終了させる任務にも編集済み要セキュリティクリアランスレベル4330JP その後、2010年10頃に消息を絶った。同月、財団は SCP-330JP-α は死没したものと発表した。SCP-330JP は2012年、月、日、編集済み、で、非常に巧妙に隠蔽された状態で発見されました。発見時までの少なくとも、年間は同所のセキュリティにほころびはなかったと評価されており、当オブジェクトはおそらくは財団職員の特に中枢となる地位にあるものによってそこに置かれたものと思われています。しかし同時に、財団内部に潜入した、
していた敵対組織構成員などによるトラップではないかとの説もまた十分有力であり、結論は出ていません。なお、そもそも当オブジェクトの影響によって生じる記憶は、疑似記憶、ではなく事実であり、職員が実際に体験したが何らかの理由で消去された記憶や改変された過去に関する情報を思い出させる効果がこのオブジェクトの本質なのではないか、との説がオブジェクト研究初期段階に唱えられ、以来現在に至るまでこれは明確に否定されてはいません。にもかかわらずその説が現在有力でないとされているのは、このような人材を財団が雇用し続けるということが、財団の少なくともここ数十年の方針とは大きく乖離したものであるためです。記録、記憶、過去現実が改変されている可能性は検討の余地があるとしても、改変前の世界であっても財団によって、前期した非影響者の証言のような行いがあったということは考えがたい。というのが現在の当オブジェクト研究班の総意です。ほい。2013年2月以降、複数の映像記憶保持者である非影響者から、SCP-330JP-α について想起する際に、黒い金属に傷をつけたようなイメージをいくつか原始するようになった、という報告がなされるようになりました。報告者らによるそれらのイメージのスケッチをつなぎ合わせたところ、日本語のカタカナで書かれた、何者かによるメッセージであると判明しました。このメッセージが SCP-330JP の自由意志によって他者へ伝えられたものなのか、あるいは機械的なものなのかは不明です。当オブジェクトが知性と知覚能力を持っているかどうかの実験が続けられていますが進展はなく、現在まで新しいメッセージらしきものの早期に関する報告はなされていません。また、同じく2013年2月以降に、自然と SCP-330JP や SCP-330JP-α について想起することが増えた気がする。という報告が2名の非影響者からありました。漠然としており、かつ人数も少ないために評価に難しい報告ですが、研究班はこれについても特別に留意して今後の非影響者らの報告を注視する方針です。非影響者らが受け取ったというメッセージは以下の通りです。運の配置は可能な限りスケッチに準拠。俺の、那覇、牧島、編集済み、もしくは、アーク、判読困難、レオ、思い出せ、そしてまた、忘れろ、忘れるべきだと思い出せ、他の、以降は無作為な線であると思われる。なお、メッセージ中で SCP-330JP、アルファの別名であるように読み取れる、アーク、という語については、現在まで一切非影響者からの報告がありません。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録、またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。